あ、ハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人こと、マジ大道芸人浜です。現在ですね、2023年8月2日水曜日の、23時34分になろうとしますね。はい、私の幸せな結婚の後は、D アニメストアで見ていこうと思います。なお、アニメ本編は、流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告入ってきますんで、申し訳ないんですけども、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、または普通に視聴していただいた後にリアクションを確認していただくかということでお願いいたします。じゃあいきます。3、2、1、スタート。波紋で、そうやね、そうやったね。なんか不安そうやな。現状夏アニメ1位です。マジでいいこのアニメ。さあ、ちょっと辰吉稔、あれがなんか茅を使ってね、なんかしようとしたもんな。でしかも薄化けのその人心をなんか操る異能、それを手に入れたいからってことやもんね。多分カヤをこう清香に押しかけるんちゃうかなと思うんやけど、そう、工事に一回こうカヤと婚約破談かなんかさせて、お前工藤清香行けっていうような。今回波紋、ああ綺麗な人って言ってたもんな前回。もうちょっと、まあ、五度送んねや。あ、ちゃんと使ってるねこれ。
ここの関係性好きやわ。いいね、櫛も新しいなって。あ、ちゃんと来てるんやね、この。はい、見とるな。これ立つ石やろこれ。あ、かやか。かやが見とったんかい。山菜の天ぷらやね。お、じゃあそれは分かんぞ俺。なんちゅうこと言うねん。貴様、真面目やな。これは何？タクシーかなこれ。こっちは話してもんな、一応。で、謝罪どうすんやろね、ほんで。ミオへの謝罪を。これ、かのこの教えやね。お母様に行くんかいの。
ほう、こっちをたぶらかしに行ったか。伊能の残滓、あ、誰かが見せたってこと、夢を。伊能の残滓なんて残んねんな。残滓気になるな、誰が。え、今の親父二人か。弁当か。ここに来そうやな、あの。どうやって行くんやろね。忘れ物？あ、お守りや。ああ。
いや、何を企んどんねん。お守り忘れたん、ちょっとなんかあんねやろな、なんか。歩いてきたんかい。あれ、お守りが多分清香にとっての GPS 的なもんなんじゃないんかな。え、おもむろ入ってないやろ。なんか襲撃来るんじゃろうな。うわ、来たな、なんか。引かれる？誘拐かな。おう。わ。いや、ゆりえさんは？誰や。辰石の。これが工事の異能か？これ。おお。いい感じに胸くそ悪いね。
カズシが助けてくれへんかな。あ、来た来た。そう、兄貴前回やったかな。なんか悪いやつじゃなさそうやったからね。かどわかされたって言うやん。あ、こ、工事か。ん？違う。ああ、こうじゃね。うん。うわあ。ああ、胸くそ悪い。まあまあまあ、前回言うてたように、まあ辰石の親父ね、実ね、あれ動き出したわけね。で、かやを踊らしてやろうかって言ってたけども、もうほんまにまんまとね、かや、私より幸せなのが許せない。バカなんかほんまに。さあ、一体何を象徴してんのかな、しかし。で、まあ、まとめて今回分かったのは、やっぱりあのお守りは多分 GPS 的な役割を果たしてるんやと思うんやけどね。プラス、向こう、辰石の、辰石家は、粘土なんかな、あれ。異能。粘土の異能なんかな。で、あとその、ミオに、あれ、異能の残滓があったってことは、結界を張ってるのになんでやっていうことは、なんかその工藤家の結界を突破する力を持った清香よりも強力な異能を持った誰かがおるってことか。それを辰石家が、いや、かやなわけないよな。わからんな。まあ、
とりあえずだからミオにそういうなんかトラウマだとか悪夢的なものをまたこう思い起こさせるようなそういう異能を持ったやつがおるんやろうね。まあまずそこ気になるけど、であの誘拐した連中は一体誰やったんやろうな。でまあまあもちろんカヤがそのねお父様に頼んだところで、お父様は前回もうねもちろん工藤家にミオはもうやると決めて、で結納金は渡したくないから、結納金欲しいんならミオに心からの謝罪をせえって言ったもんね。時間は長く待たへんぞということを言ってたから、まあそこだからカヤが何か言ったところでそこはもう覆らへんやろうしね。その西森慎一が、工藤家と美代をくっつけるっていうのはもう多分ここは変わらへんやろうね。ただまあやっぱり救いなのが浩二がね、ああほんまは美代のこと好きなはずなんやろうけども、そのねもう他の婚約者とくっついた美代を救うために動き出すっていうのはもう熱いねこの浩二。まあちょっとにかくどっかでカヤが痛い目に思ってくれんかな、あんまにかのことね。新一はまあ、まあてめえはまあそれでいいやって感じですよ今のところは。この胸クソ展開がいつまで続くんやろね、ほんまね。ちょっと盾の勇者の前半見てるみたいです。さあで浩二は僕の力だけじゃなんとか無理やから工藤さん一緒にみたいなこと言うてたからね。ちょっとここであの清香&浩二タッグが見れるっていうのもちょっと展開的には熱いかな。胸クソ悪いけどね。いや一体 どうすんねやろなこれ。はい、まあということで私の幸せな結婚5話でした。よかったらチャンネル登録高評価またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分で自己紹介するんで聞いてください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない、伝えたくて、主に保育園幼稚園小学校子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で約3年5ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活で乗り切っております。そんな僕の本業を知っていただきたいので、ぜひとも、URL を説明文に載っけてるんでクリックしていただいて、高評価チャンネル登録応援いただけると大変助かります。はい、そして、この深田恭子さんと出ている CM、 こちらの動画も URL 貼ってますんでぜひチェックしてみてください。はい、アニメのリアクションその他いろいろやってますけども、今日で1224日目となってます。ただ、このチャンネルの開設自体は2009年の4月です、まあ、ゆえに再生リストめちゃくちゃ多いんですけどもね、2021年の8月18日より以前の、リアクションの動画2000本以上ですね、自ら出て削除させられてますんで、リストはあるものの中身がないもの多数存在します。誠に申し訳ございません。はい、まあそんなね、悲劇を乗り越えてやってますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。